どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これやってみました。オイルの付け方です。結構オイルの付け方だったりとかって、まあ知らない方も結構多いかなと思うんですけど、本当になんか単純なやり方で、まあワックスだったりバームをつける時だったりとか、まあその辺でも使える方法で、男性女性でも同じ方法でできる方法になってますので、結構シンプルなやり方なんで、ルールだけ守れば綺麗につきますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。これがスタイリング終わった後ですね。まず指で手ぐしでしっかりと溶かしていきます。今回はシアオイルをつけていきます。だいたい2プッシュぐらいオイルを出します。オイルをつけるとき、まず上からするのはやめてください。根元のベタつきの原因になります。オイルをつけていきます。まず襟足の方からですね、この中の部分の中間から毛先をしっかりとつけていきます。次に表面の中間から毛先をつけていきます。次にサイドの中間から毛先をつけていきます。少しだけオイルが残ってる状態で最後に表面につけていきます。こういう細かい髪の毛ですね、とかこうピンピンって出てる髪の毛を押さえるように、優しく押さえるようにしてつけていきます。あとは指で溶かしながら束感ですね、ちょっと束を取ってなじませるというか、指でこうなぞってあげて置いてあげると綺麗に束感が出てくれるんで、表面の部分だけでいいのでバランスを整えていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。今回はオイルですが、ワックスでも使える方法になります。よかったら参考にしてみてください。Thank you.